はい、原田選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は余裕あった？いや、もう余裕はないです。はい、どうだったの脇本は？すごかったですね。はい、もうあれは何、脇本目標に切り替えていったって感じ？いや、まあ一応もう気配だけ感じたら踏もうと思ったんですけど、全然スピードが違かったですね。前の山崎のかかりは？いや、もう分からなかったですね。もうすごい脇本さんのスピードがすごすぎて、うん、結構スローペースだったんで、うん、ちょっと踏み上げていくのがしんどかったですね、後ろから。ね、でもね、やっぱりもう仕方ないね、一人なんかエンジン違うやつ一人いると。そうですね。まああれだけちょっとスピード差見せつけられたらね、もう僕も必死でした。はい、でも決勝はどうしようか？まあ、決勝は、清水君と松浦君と話して、うん、まあ、3番手つかしてもらいます。そうか、3番で一応回るんだ。はい、もう清水君がもうすごい自力でやりたいってことになったんで、うん、なんか非常に積極的でね、清水。そうですね、やっぱ準決勝逃げて残り8はすごい力ある証拠なんで、うん、あの早め早めに仕掛けてるもんね。そうですね、まあ、ゴールデンエンサー賞も先行してましたし、うん、もうすごい先行意欲が高いんで、うん、まあ、楽しみです ね、まあ、思い切って言ってくれれば。そうですね、チャンスあると思います。はい、ね、はい、しっかり、あのもう決勝も何回も乗ってるから。いや、もうすごい久しぶりなんで、ね、はい、もう、まあ、緊張、まあ、するんですけど、まあ、しっかり楽しんで、まあ、走りたいかなと思います。はい、なんで3番手もあることないでしょ、でも今まで。そうです、あんまりなんですけど2回目ですかね、人生で。はい、過去にもあるんだ。あ、そうですね、1回だけあります。はい、どうだったの？そうですね、まあ、うまく連携いかんかったんで、うん、まあ、反省いかせてたらいいかなと思います。まあ、どっちかというと自分で行った方がいいタイプだもんね。まあ、そうですね、けどやっぱり、まあ、チーム中四国なんで、まあ、しっかり連携することが大切かなと思います。はい、ではカメラに向かって。そうですね、はい、チーム四国、中四国で優勝者出したいと思いますので応援お願いします。はい、頑張って。ありがとうございます。